はい、大日織女王さんの昭和、東西でサイズ14センチです。お願いします。はい、昭和3期です。頭の入りも、はい、いい感じで、そして墨も、結構出て、決まり始めてます。やっぱり品評会は、昭和墨が、決まってるのが強いと思うので、今回、品評会に出品してみました。はい、今回はね、東西でこれだけ墨が決まっていて、というのも珍しいですからね。はい、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、はい、それでは横の方もお願いします。はい、今回の昭和はやっぱりその9月に行き上げすると目にも墨も決まりが悪いので、6月の上旬に行き上げして、このように前半の品評会用に飼育してみました。はい、まあ、この企画にはぴったりの鯉たちですね。はい、だからこれだけ墨が決まっていて目にも綺麗なんですね。はい、いかがでしょうか、こちらの鯉も鼻でしっかり進めて、もう一度仕上がりするともっとメリハリがついて目立ってくれそうですね。はい、はい、結構白地のね、見せ場もちゃんとあるので、結構目立つ声だと思います。はい、いかがでしょうか、こちら、大日織女王さんの昭和でサイズ14センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。